俳優の土屋太おとり29が7日大阪市内で行われた映画八犬伝25日公開プレミア上映会に主演の役所広司68と共に登壇した。土屋はお姫様のようなあでやかなコーデに身を包み、階段を上る際には役所がさっと手を差し伸べエスコート。土屋は劇中で伏せ姫役を演じており、大阪の歴史を踏まえ時代を超えて輝き続けている大阪と、時代を超えて愛され続けている八犬伝の伏せ姫として、こうしてご挨拶させていただけること本当に光栄ですと感謝を伝えた。大阪をめぐる話題では役所が笑いに厳しいとしつつ軽快なトーク、やっぱり熱が違う、気をいただいた感じがすると人情味に触れ、吉本の花月を生で見たいですねとにっこり